どうしたんだ、リッピョン。朝日さんこそまだ秋葉原に残っていたんですね。もしかして帰れないのか。リュウのお家はお隣ですから、ギリギリ影響範囲みたいで大丈夫なんです。って大丈夫じゃないですよね。確かに大丈夫じゃないな。でも少し安心しちゃってるリュウがいるんです。それでこの場所に。きっとここはリュウにとっての始まりの場所なんです。いっぱいの人が応援してくれました。だけど全部妄想だったんです。妄想が壊れたらリュウは普通の女の子なんです。リュウのことなんてきっと誰も応援してくれないんです。そう考えたらやっぱり怖くなっちゃって。なあ、リッピョンは応援されたいのか。それとも応援したいのか。俺は覚えてるよ、あの時リッピョンが口にした言葉を。百瀬リュウ、14歳です。趣味はピンク色の小物集めで、虫がちょっと苦手です。それで将来の夢は。トップアイドルになることです。そして今を生きる皆さんを笑顔にしたい、応援したいんですな。そうでした、リュウが皆さんを応援するんです。そして俺はそんなリッピョンを応援するよ。全てが妄想だとしても、今日という日を忘れたとしても、俺はリッピョンを応援する。ありがとうございます。でもどうしてでしょう。嬉しいはずなのになんだか胸が痛くなってきました。大丈夫か。誰かが応援してくれるってこんなにも嬉しいことなんですね。リュウはこの気持ちを皆さんに伝えていきたいと思います。必ずトップアイドルになって今を生きる皆さんを応援してみせます。そして皆さんを笑顔にします。うん、リッピョンなら必ずできるよ。なんて言ったって俺が保証するんだからな。ニートに保証されちゃいました。おいおい。だけどありがとうございます。なんだかすっきりしました。答えは決まったみたいだな。リュウは皆さんを応援します。だから朝日さんはリュウを応援してくださいね。何してんだよ、こんなところで。橘な、なんだよ、驚かせんなよ。驚きすぎだろ、やらしいことでも考えてたのか。ちげえよ。あ、わかった。ほら、ゲームでよくあるやつ、あれだろ。最終決戦前夜の酔いに浸りたかったんだろ。ほっとけよ。じゃ、違うってことにしといてやるよ。だけど本当にゲームみたいだったな。そうだな、妄想が侵食したり謎を追いかけたり、変な組織が出てきたり、変な力を手に入れて戦ったりさ。本当にゲームみたいだったな。そして今だってそうなんだよ。今も。立花ならわかるだろう、ゲームのエンディング手前の感覚が。ラスボス手前で諦めたゲームが何本あったことか。なるほどな。今やっと分かったんだ、どうして俺はクリアすることができなかったのか。きっと終わりを迎えたくなかった、ずっと永遠に冒険してたかったんだよ。世界なんか救いたくなかったんだ。それじゃあ。だけど物語を終わらせなきゃいけない。だって俺はプレイヤーじゃないんだ、俺はこの物語の主人公なんだ。ヤマト。なのになんでだよ、世界を救うってのに。
誰の記憶にも残らねえのかよ。だとしても俺たちは秋葉原を世界を救ったって自慢しようぜ。みんな忘れちまうのにどうして自慢なんかできんだよ。ヤマトのくせに中二心を忘れんなって。ふざけてんのか。ふざけてねえよ。だって世界を救うのはいつだってそんな奴らだっただろ。え、お前が見てきた物語で一体何人が世界を救ってきた。たくさんだ。その中で何人が世界を救った後世界に受け入れられた。そうか。俺たちが好きだった主人公たちはそういうんじゃねえだろ。ああそうだったな。いつだってあいつらは人知れずに世界を救ってたんだな。そっちの方がかっこいいだろ。ふん、分かってるじゃねえか。当たり前だ。それなら俺がなってやるよ。世界を救い、そして歴史の裏側に消える、そんな名もなき英雄にな。やっぱりここにいたんだな。お、朝日。ねえ、朝日は覚えてる？僕たちが小さかった頃、よく秘密基地ごっこしたよね。ああ、懐かしいな。宝物とか持ち寄ってたっけ？朝日のは宝物だったのかな？え？だってほら、いつもエッチな本ばかり持ち込んでたよ。そうだったっけ？もう忘れちゃったの？忘れてないって。ただ思い出したくないだけで。きっと全部が終わったら僕たちは思い出したくても思い出せないんだ。僕たちは全部忘れちゃうんだよね。水木、朝日たちと過ごしたとっても長かった一日も、団長のことも、あかりや葵のことも。それじゃあお前は。ううん、違うよ。心配しないで。きっとね、団長たちはそんなこと望んじゃいないんだ。だからね、僕は胸を張りたい。自警団が守りたかった秋葉原を立派に守ってみせましたってね。そっか。それに僕はまだ認めちゃいないんだよ。認めてない？あの時団長は秋葉原自警団の解散を命じた。だけど僕はそれを認めてない。だって僕は今でも秋葉原自警団の副団長なんだから。誰かと思ったら朝日か。なんだ、どうした？夜遊びでもしたくなったのか？そんなんじゃねえって。レイジこそ帰らないのか？帰りそうに見えるか？いや見えないな。なあ、お前にはこの妄想が何に見える？なんだろうな。デジタル的な何かだと思うけど。まあそうだな、間違っちゃいねえよ。あの時は気づかなかったけどさ、俺の妄想が生まれてこの辺りの店は繁盛したんだと。それじゃああの時壊した俺の妄想、その答えはデジタルな世界だったみたいだ。デジタルな世界？俺はずっと物事を0と1で捉えてきた。そんな妄想が侵食したんだろうな。なんだかレイジらしい妄想だな。皮肉な話さ、デジタル化が進めば全てが0か1で決まる。そして永遠の妄想を壊せば
すべての妄想は消え、何も残らないだろう。残るのはゼロという答えだけだ。だけどさ、結局最後を決めるのは俺たち人間だったんだよ。俺の欲しかった答えはすぐそこにある。なのに俺は。答えを出すのが怖いのか。きっとそうなんだろうな。俺が本当に欲しかった答えはゼロでも1でもない、もっと曖昧なものだったんだ。だから俺は目の前の答えから目を背けようとしてる。らしくねえわ。だけどそれがレイジなんじゃん。認めたかないね。都合のいい答えを求める、それって大人の悪い癖だろ。そうだったな。俺さ、別に頭とか良くないし、小さい頃からテストとか大嫌いだったんだよ。だけどさ、いくら点数が悪くたって別に怖くなんてなかった。何言ってんだ。だからさ、0点も1点も大して変わらねえって。お前やっぱりバカだろ。ああそうだよ、俺はどうせニートだし頭悪いよ。だけどお前はもっとバカだ。ああ、だから素直に答えを出せばいい。だってお前は大人になれなかった子供だろ。そういうことかよ。確かにお前の言う通りだな。俺は年だけ食っちまったガキだ。0点上等だろ。自分の答えに向き合えって。お前がバカで救われたよ。答えに怯える必要なんて最初からなかったんだな。さてと、それじゃ俺もそろそろ帰って寝るか。ただいまっと。ありがとな、みんな。おかげで前に進めそうだよ。もう一度朝日を見つけてみせるって、それが私の選んだ明日だよ。リュウは皆さんを応援します。だから朝日さんはリュウを応援してくださいね。世界を救い、そして歴史の裏側に消える、そんな名もなき英雄にな。だから最後まで私らしくいさせなさいよ。答えに怯える必要なんて最初からなかったんだな。だって僕は今でも秋葉原自警団の副団長なんだから。よし、決めた。おはよう。て、え？おい、遅えぞ。待ちくたびれたわ。相変わらずね。これだからニートは困るっち。ちゃんと顔を洗ってきた？お待ちしてました。
準備できてんだろうな。朝日ちゃんで最後よ。みんなどうしたいかな。決まったのね。私はもう一度見つけてみせる。リュウは皆さんを応援したいんです。俺は英雄になってやる。私は八つ咲きにするだけよ。俺は答えを出してやる。僕は副団長の責務を果たすよ。俺は後で言う。ちぃ、なんだよそれ。朝日らしいよ。そうね。ハードル上がってるぜ。期待しないでいるわ。リュウは楽しみにしていますね。うん、任せておけ。あんたたちいい顔してるじゃない。それじゃあ最後に、情報屋としてじゃなく、あたし個人からの選別よ。昨晩会見の映像が映し出された UBX に新しい妄想球の入り口が現れたわ。きっとこれが最後の妄想球になるでしょう。明美さん、ありがとうございます。いいのよ。だって久しぶりにドキドキできたんだから。それじゃ行ってらっしゃい。はい。また会える日を楽しみにしているわ。アパレルショップっち、オイラ用も売ってるっち？セーブポイントっち、忘れずにしとけっち。